どうもピチピチのテクタンと申します。ゼルダの伝説スカイウォードソード実況ブレイパート35始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで2度目のこちらの展望の神殿、こちらのバッテン目指して進んでいきましょう。というか鍵かかってるやん。マジか。前はね奥まで行ったことあるんですけれども、そうか、鍵かかっちゃってるということは、それすなわち、あ、チョウといる。しかも穴んこもある。前もあったんかな、もしかしたら。捕まえるだけ捕まえちゃう。チョウチョウ、これってその例のチョウチョウやんね。よいしょよいしょ。チョウチョウどこ行った。よいしょ。チョウチョウもういいや。あれ、ハープは？ハープは？ハープ奏でたんやけどさ、あれ？え、なに？うわ、びっくりした。え、なんでこんなとこあるん？あなたたち火山の人でしょ？あんた、確か前に火山で会ったよな。あんたもここでトレジャーハントしようってか？バレたか。何、トレジャーハントしてんの？やっぱり思った通りだぜ。お宝の匂いをプンプンさせてるしな。あんたもあの岩みてえなやつの、岩みてえなやつの噂を当てにしてきた口だろ。何、岩みてえなやつって、おったっけそんなん。ゴロンって誰やっけ。神殿内の蝶の舞うところで、はい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 。あれか、あの、ジョーラ全裸の人か。美しい音色を響かせろ。なんて言ってやがったのによ。俺の得意の鼻歌でも、なあも怒りやしね。せっかくこんなとこまで来たんだし、俺はもうちょっとトレジャーハントしてみるぜ。よ。あれ？ハープは？あれ？え、B やったよね、確か。ん？え、持ってるよね、ハープ。歌が必要。ん？あれ、神殿内で無理？外では確実にさ、ハープできてたよね。一回出てるけど。あれ？え、なにこれ？Y 押したらなんかチャリンチャリンってなってるんやけど。あ、X でしたX でしたなんでい？じゃ、またこいつおるやん。いいんですけど、こいつ、このビートルちゃんで倒せれるからさ。まあ、ハートはまたいただいていくか。すまんね。何度も何度も。よ、ちぎれねえ。で、引っかかるというね。じゃあ、ちょっと奏でてみますか。ここで。お、いいね、出ましたね。で、まだ出てくるんかい。おいおい、一人で抜け駆けしようってか？けどよ。壁に変な模様が出てただけで何も起こりやしねえの。これスカイボード当てるんじゃない。あんた、あの岩みてえなやつに一杯食わされたんだよ。それじゃあ俺は先に行くぜ。え、絶対そうやんね。スカイボード当てるんやんね、このマークといえば。あ、ちょっと待って、勝手になんか、え、私が当てようとしたのに。え、あ、何を描くん。え、え、何を描くん。え？あ？で、え？テクタンのでって描いたつもりやったのに、それでよかった。何？全然分かれへん。もうハートいらんねんけど。そんなくれんでええんやけど。はぁ！やっぱください。やっぱください。もう言ったそばから。
よ。あ、あ、これどこ行くんやっけ。あ、ここ入ればよかったんやったっけ。あ、そう、あれ、そう、うん、なにここ、え、ここでよかったっけ。とりあえずコウモリやっつけといて、一旦ね、やっつけといて、クリスタラチュラ勝負したくないんやけど、線で良さそう。ちょ、降りて、線で良さそう。え、めっちゃこんなにあったっけ、このひっつき虫。ビートルちゃんひっつき虫取ってかれたりせんへん。ナイス、かわいそうやけど、ちょっと。で、こいつらちぎって、ちぎってないぜよ。よし、あとはひっつき虫つかんように。え、あ、あ、あ、怖い。怖い。でも大して爆発せえんもんね、これ。よし。え、なんか緑なんやけど。緑あったっけ、こいつら。注目の対象名称、緑ボーコブリン。洞窟など暗い場所を好むボコボプコボブリン、日光に当たらずに過ごしているため皮膚の色は緑色です。基本的な性格およびパンツに対する執着心は、何パンツに対するっていう、それお尻バレてる、もしかして。赤ゴブボコボブリンと共通です。キョーセラのなんちゃらーって言わへんかった。キョーセラ、しかも倒したことあるの、私、緑ゴブリン。どうしたらどう？え、いや、なんかおるんやけど。勝手に出てくるのやめてくれません？誰？誰？誰にやられたの、私も。え、指名そうか。え、ヒュー飛んできてるけど、誰から？え、誰？あの、ミドゴブリンか。ボゴブリン、ボコブリン。痛すぎるんですけど。で、そこが鍵閉まってるんでしょ？え、鍵がどこにあるかわからないと。探しに行きましょうっていう感じなんかな。ハートがなんか失われてますね。とりあえずじゃあ地道に、まずこちらからちょっとお茶飲んでいい？ふはーん。あ、ここそういえば穴子あるよね。いや、あなたかい。くっそー、せっかく魔物から鍵をさ、かっさらったってる。え、マジでちょうだい？どこの穴に隠したか忘れちまったぜ。なんでやねん。あの鍵で金になるお宝が手に入ると思ったはずなんだけどな。この辺に埋めたはずなのによ。ヒントあざすなんやけどさ。マジかよ。ここにはないの？わーい、お金だ。この辺か。え、なんかおるんやけど、向こう。あれ、首三つのなんかやつじゃなかったっけ？いや、なんかちょいちょいさ、アナンコがあったのは知ってるのよ。アナンコというか、このバッテンのやつね、なんやろうって言ってたやつ。この辺って言ってたけど。ここって入れたっけ？よ、いや、いけへんか、普通には。あ、どうしたらいい？こっから行けばいい？あれ？関係ないか。ちょ、嫌なんやけど、めちゃくちゃ。もう爆発しといてくれません？えい。数減らしとこうか。ちょっとなんか、おるだけで嫌。おるだけで嫌。こいつってなんか、次から次へと湧いてくるんやったっけ？この辺って言ってたけどさ。もう一回行っていい？この辺っていうのが、どこら辺の範囲を指すんかっていうのは気になるところね。ちょ、読む？あ、これは前回のヒントやもんね。今回関係ないもんね。向こう側ってどうやって行くんやったっけ？もうなんかおるしな。いやー、なんか普通に忘れとるな。さすがにだいぶ前のダンジョンやもんね、ここって。砂漠も越え、火山も越え、砂漠も越えってやってた後やから。あ、この穴何個かもしれへん。違うんかい。
あれやっぱ見つかんないぜ。鍵を埋めて隠したのはいいんだけど、場所がどこだか忘れちまった。どこだったっけ。やっぱりこっちの部屋じゃないのかもな。あんた地図とか持ってないか。いや持っとるけど。え、持っとるよ。なんか妖怪、お宝のこと。岩みたいなやつが言うには、金の彫刻ってものが奥にあるって話を。あ、そうなん。大事な扉を開けるものらしいで、金の鍵、彫刻って。あんたなんか知ってそうな顔してるな。じゃ鍵の話は。鍵を埋めて隠したのはいいんだけど、場所がどこだか忘れちまった。どこだったっけ。いや地図持っとんやけど。え、持っとんやけど。いや、したらちらおるな。こっちの可能性もあるんやね。とりあえずなんか倒しとくか、なんかしとく。これ倒さんでいいんやったっけ。こっからなんかあーあーっていけばいいだけやったっけ。よいしょ。え、ちょっと嫌なんやけど。え、無理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 。あー、かわいそう。先にやっつけとくべきやったか、これ。あ、そっから登れるね。オッケー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 。いや、ビートルにはお世話になりますな。なってますな。よっ。え、地図持っとんやけど。あれ、もう爆発しちゃった、あの人。あ、おるわおるわ。へい。雲の近くで爆発してくれるのが一番助かるけど、そうはうまくはいかへんか。よいしょ。いそーれ、もっと、それまだ、もうちょっと下降りとった方がいい。そもそもの話、一回下降りて。ちょっとで、こぎやしょう。せい。いや絶対はこの真ん中のさ、普通に必要な鍵やと思うんやけどさ。せい、うまっ。いいぞ。これもちょっと下降りた方がいいかもしれんな。こっち、あ、危ねえ。ちょっと降りすぎよった。そこも穴こあるよね。そこそれかな。でもそこももしかしたらあいつが出てくるとこかもしれへんよね。もうちょっと行った方がいいか。これいいんじゃない。いいね。ハートか、鍵ちゃんか。もうなんかウォルシー、距離が近い。行った。なんでなんでやねん。ちょっと待ってよ。よいしょ、よいしょ。あ、なんか分かれへん。全然分かれへん。もういいや、スルー。何でもスルーに限るのよ。この穴子はもう違うね。絶対この奥まで行くと思ってました。あ、これじゃん。違う。違う。待って、向こうってどうやって行ったんやったっけ。ここじゃないの。地図あるんやけどな。こことか怪しい。よ、地図あるって聞かれたんやからさ、リンクもありますよって答えればいいのに。クリスタラチュラちょっと倒した方がいいかな。こいつはスルーでいいと思うけど。いた、いた、ヒット。よ、助けて助けて助けて。よ、とりあえずちょっと待って、飛び移りたい。いいよ、よいせ。こいつどうやって倒したっけ。え、全然無理ないけど。え、裏返りもせえへんねんけど。こいつ無理か。普通に向こうのあいつから倒さんの無理か。ちょっと待ってよ、ビートルでとりあえず探検行ってもらう。ここが、あ、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。はい。こうぐるーっとちょっと旋回しつつ、旋回しつつ。いや、やっぱそんなに旋回なんかいらんと思うねんな。普通に直でこうやって行ってみて。あー、これがあるだけか、普通に。そっかそっか。ん？あとどこ可能性あるとしたら。
地図持ってるよ。え、持ってるよ。こっちの部屋じゃないかもなって言ってたよね。この辺か、ここもほんまにどうやって行ったか覚えてん。水あるからもう無理なんちゃうんっていう気はするんやけど。え、ちょっともう一回向こう行ってみる？この木があっても意味ないでしょ、特に。あれ？どこだ？ここまたも、あの、モグマ族の方出てきますにょきって。だってわざわざあいつがおるんやから、ちょっと様子見てもらうか一回。こっちに行ける手段ってない、普通に地面。あ、だってこことか怪しいよ。ここ掘れるとこあるからさ。あ、これは関係なくて、行く手段。あ、それそこ泳いでいける、もしかして。いた、ここ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 。あ、行けるやん、行けるやん。なんやなんや、行けるやん、やる。あ、でここ登れるよ、よ、よ。あ、ここ掘れるとこなんかあったよね、これかな。あ、やったー、なるほど、これか。え、じゃあさっきのさ、向こう側行けるあれはなんなんやろね。向こう側ね、そりゃスルーでいいんかな。もうすぐ雲の巣引っかかる。なんてこったんや。また変なとこに隠したな。そっか、泳げるようになったから行けるようになったわけや。なるほどね、さすが。よいしょ、よし、オープン。うー、おる。基本的スルーでいい気がするんよね。わからんけど。これ、ここからも行けたっけ、直で。とりあえずあのセーブポイントで、セーブはしといた方がいいよね。おー、やった、パチンコの玉。セーブポイント。ちょっとセーブしますね。よし。あ、で、そう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 。ここにハートの器があるんだが。なんか、今行けるような、あ、ハートハート、とかあるのかな？ちょっとビートルに冒険してもらう？この辺から。これとかなんかある？これ、これも落としたことあったっけ？え？あ、あ、金ね。金ね。おーって思ったけど、金か。なんや今のって思ったけど。あれ？よし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 。そうじゃなくて、なんか上怪しなかった普通に。待てよ。なんか入れそうなとこあった気がしたんやけど。あ、え？あれ？あ、そこ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 。あ、これやわ。これか。絶対そうや。全然違うとこ開いたらどうしよう。あ、よかったー。なんや、ってことはもう最初から行けとんや。ハートのかけらを手に入れた。あ、やっとちょうど上限増えましたね。ラッキー。で、え、うー、いった、いった、ふざけんな。どうすればよかったっけ。いった、もう死ぬやん。あ、わかった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 。痛い痛い、死ぬやん。え、かわいそう、やめて。ちょっと待って、もっと見えんとこからいた方がいい。この辺とか。あ、落ちる落ちる落ちる。あ、落ちるわ。ちゃうやん、そんなつもりじゃなかった。でも結果的にそうなってしまったことは私に落ち度があります。とりあえずその爆弾やろう。え、これ当たってもあかんの。あ、えー、
もう下手くそ。こっちから行ってみよう。こそおり。むず。こそおり。こそおり行って。ちゃうやん。もういいや。こっちから行こう。ちょっと上目から行って。まっすぐ取る感じで。よしよしよ。で、見下ろす。あ、ここ、ここ、ここ。よし。いいぞ、ナイス。ビートルちゃん、さすがよ。さあ、これで落ちんなよ。ハートがちょっとさ、全開じゃないのが心もとないけど、そこの鍵って開くんかな、今。よ、頑張れ。いいぞ。いいね。いや、ボスとかおるよな、きっと。もうあんたかい。セーブした方のクソはこんなとこまで遠出したのについてねえぜ。どうやら先客がいたらしい。ここには水以外何もありゃしね。先客って誰？そんなもん欲しいやつなんてどこにいるってんだよな。そいつとバトルな気がしてすごいやないけど、俺はもう帰るわ。それじゃあな。とりあえずセーブ。で、そこのハートも取っていく。いいね。ちょ、満タンじゃないけど。あ、でもちょいちょい咲いてるな。ありがたや。よいしょ。それもちょうだい。で、そこに穴んこがある。おお、お金。なんかシルバールピーとか入ってたりせえへんの？お金嬉しいけどさ、ドキドキルピー掘り。あれでいっぱい手に入るしな。正直。前回はここでギラヒモと戦いましたよね。今回は？タコラサッサッサッサ。うわぁ、もうなんか嫌やなぁ。嫌な予感がするなぁ。うわぁ、うわ、3匹もおる。ちょっと待って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 。いや。強そう。でかないこいつ。ちょっと待って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 。待ってよ。注目からの、はい。注目の対象、スタルフォス。死者から生まれた骸骨兵士、生前は波の騎士でしたが、骸骨になって腕が上がりました。攻撃に合わせた縦アタックで腕を破壊することも可能です。あ、はい。倒したことあるやつやんね。そっか。縦攻撃。こういうことね。足切り。怖いって。怖いって、ちょっと、だからってそんな一気に来ないでください。僕のこと好きなのか知らないけど。爆弾とかなんかならへん？爆弾のとこ誘導とかできへん。あ、なんかもう縦攻撃の方が良さそう。いった。普通に攻撃できてる。いいぞ。ちょっと待って。何のために置いとんや。さて。痛い。マジで、できない、逃げろー。これ壊したら何入ってる？ハート。よし、とりあえず回収だ。とりあえず走ってこの辺に置いといて。もう全然爆弾が生きてない。早かったな。もうダメージ自体は与えとうからさ、ちょっとハート取りに行こう。怖っ。登るな。よし、とりあえず回収して、もう登るな、来るな。来るな、骸骨。よっ、わさ。あ、違う、まあいいや。飲む。いいね。あ、結構回復したぞ。あ、間違えた。キノコの奉仕したかったのに。くそ。あ、1匹倒れた。え、2匹も倒れた。もう余裕やん、そんなん。あ、失敗した。いいね。いいよ。やった。あ、やった。え、もうこれでいい？これでいいです？
次はこの敵ですとか言うのやめてよ。水、美味しい水がいいです。冷たくてキンキンに冷えたのね。グビグビのものが美味しいんですよね。どう、近くに聖なる水の反応あり、魔物のオーラが感じられないためここでのダウジングは可能です。魔物のせいでな。でももうダウジングいらん気するんやけど。え、可能です。え、この辺どこも近くにいた方がよくない？この辺が水ってこと？待てよ。カラビン持って、あれ救えへんねんけど。これで言うとに今日、遠かった？ただの水を手に入れた。ただの水かーい。違うんかい。じゃ、飲むよ。あ、流してたわ。待ってよ。ダウジングで。違う違う違う。あなたじゃないです。勝手に出てこないでください。あれ？どこ？ないやん。ちょ、待って、もう一回、もう一回さ、ここ登って、慎重に探そう。違う。違う、違う。お？ここ。どこ刺しとる？ここ来て、ここ、もうちょっとまっすぐ？ここ。お。だいぶ近づいてる。ここ？ここ？こ、怖すぎるんやけど、ちょっと。ここか？いや、ただの水かい。これ探し方合ってるこんなんで。ぽい。あ、そこなんか妖精さん飛んでるやん。違うね。じゃあ水捨てて妖精さんに触れたら勝手に B に入るとかじゃない？え、入らへんやん。ここ、ここナウ、ここ、ここ、これ、あ、こりゃやっと手に入れた。聖なる水を手に入れた。水流の傷を癒すという清らかな水。ただの水にはない力を秘めている。これでいいっすか？あの、なんか自動で連れて行ってくれたりとかせえへん？この水が水流の水亀に入っていたものと同一である確率 95%。 残り 5% は違うのでちょっと考え直しましょうとか言わんといてよ。水流の元へ戻りましょう。え、手動？あ、手動じゃない。うん、ある程度手動で。待ってよ、これね、まず一度え、空に帰ります。後にお茶を飲みます。あー、おいしい。ピュイー。ちょ、穴あんこどこ？てってきてってってきてっ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 て。よっ。いや、多分さ、あの神殿に行くんもさ、普通にこの、何？ルーラー？ルーラーで行けばよかった気はするんやけど、どう思う？ここなんかな？ここなんかな？まあ、フロリア湖やったから、ここがでも一番近い気はするよね。あ、パラショール。え、ここに降りたかったんやけど、ここ何？フロリアの滝前？まあ、いっか。から普通にさ、自分で行く方が近いかな。よっ。よっ。まあ、じゃあ行くのは次回にして、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。うまっ。